宮崎神社は、愛知県岡崎市妙県庁あざた城にある神社。鳥居祭神は、津佐能の命、かぐつちの命、受け持ちの命、大物種名、瀬尾律姫命、仁徳天皇、国瀬まず内命、金山彦命、とゆけ姫命、白山姫命、天寺孝、大御家。明治当初、宮崎神社と改称した。年、秋場所、 稲荷社、金山社等が合資され、白山姫命,命を1913年に合資し、1916年には、新鮮兵白陵とも新神社に指定された。本殿は、桁行一軒、張間一軒、一軒社流れ作り、小ラ武器である。高陵の栄養等から見て、元禄法永年間頃の建立と推定される。拝殿と平殿は1922年、東陵。 林亀次正則により混流された。旧暦11月1日に、おとうの神事と呼ばれる神向井神事が行われる。これは、早朝に集まった住民が、真っ黒になるまで煮込んだ大根を、丸ごと一本ずつ食べるというもの。宮崎神社の宇治子全体の行事としてではなく、病研町のみの行事として行われる。400年以上前、病研一体を治めていた。 奥大来一族が合戦の勝利を祝って農民たちに黒い大根を振る舞ったことから始まったと言い伝えられている。三日前から輪切り大根の味噌煮の準備が始まる。真っ黒になるまで一昼夜かけて煮込んだおとう大根と千枚をすり鉢ですって液状にしたお城汁を隣にある赤み集会場で食す。ありがとうございます。